んにちは、赤大好きトマト群馬ちゃん大好き姫がお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は11月13日3時35分です。声が近い、音声ちっちゃと思ってあげたけど声近いな。マイクが近いのかな。我が体内にウイスキー、サントリーウイスキーのレッドという物質が大量に入っている。半分、640の半分、800。連絡が来ますよ。よし、本日ドライブ動画を12日にね撮ってきました、本日っていうか昨日だったんだけどね。なんということでしょう。ケイ、ドライブ動画を撮るにあたって三脚がないと、参ったなと。ここも家を作る予定だったの、よし、ないなら作ればいいかなと思って、シルコットっていうウェットティッシュのケースがあったんでね、これ使えないかなと。うまいこと使ったら何かしらできるんじゃないかと思って、ハサミでね、ウェットティッシュの取り出し口をカッターでやればよかったんだけど、カッターがなかったんでね、俺の部屋には、ハサミが分解できるハサミなんで、右と左かね、分裂するから、分裂させた状態で、カッターに見立てて使うみたいな、使い方をして、デジタルカメラなんだけど、ウィーンって出てきた時にレンズが当たらないように作って、よいしょってやって、で作って、よいしょ、結局同じ高さにしちゃった方がいいんじゃないかっていう、その状態だとケースに入れてもこの部分を外して、ウェットティッシュの、でレンズが出るようになったと。でも結局その状態だとはみ出るじゃないわ、浮いちゃうなっていう、カメラがこの浮遊した状態を何とかしなくてはと。クッション性があるとは、あるっちゃあるけど、そのクッション性はいらない
あったところでっていう、手ぶれになっちゃうから、そんな手ぶれみたいな感じになっちゃうから、なくていいやと。じゃあどうしよう、下になんか挟むやつないかなって探しながら置いといたらさ、まあいい感じにカメラが上を向くわけで、そういい感じに向いたんだよ。撮影どうしても前の車のナンバープレートとかが映ってしまうので、いやいや上を向けて撮るんだけど、それでも映ってしまうんですけど、うん、ね、あとは普通の状態だとワイパーとかさ、そういう部分が映っちゃうんで、なんかちょっとそれはかっこ悪いなと思って、ちょっと上向いてくれたからこれでいいやつって、うん、これでいいじゃんって。でもこの状態上向いてるけど普通に後ろに押してくるよなっていう、うん、状態だったから、どうしようと、なんとかせねばみたいな思って、ついたのがマスキングテープつけちゃうと。今現在サージカルテープか、うん、まあ、マスキングテープとも言うね、包帯を留めておくやつ、肌につけても荒れないやつね、うん、人によるかもしれないけど、うん、見つけました。それで、うん、普通にビニールテープとかになっちゃうとさ、ちょっとカメラに後残りそうだから嫌だけど、サージカルテープだとね、ほぼほぼそういう跡は起こらないので、じゃあいいやつって、よいしょ、それで固定してドライブ動画を撮ってきたんですけど、編集したらね、してたらやっぱちょっと高すぎたかなっていう、上向けすぎたかなっていうのは、で、あと相変わらずの画質の悪さ、画質が悪い、まあ、揺れてるっていうのもあるんだけどさ、揺れちゃうのはもう言ってしまえばどうしようもないよね。だってあとは車の音がうるさいっていうのもあるし、でもそれ含めてみたいなところあるしさ、うん、しょうがない。車の音がうるさいっていうのはマイクを別に買って俺の声だけ別撮りするっていうのがベストなんだけど、果たしてそこまでする、まあね、こだわりたいよ、こだわりたいけどさ、年に2回ぐらいしか撮らないその動画のための機材を買うっていう、なかなかじゃ、なかなか踏み切れないよね、そうなってくると。で、こんだけ広ければいいかな。ここにお家を作っていきましょう。この壁にくっつけた感じで、よいしょ、うん、7 6 5 6 6ん2 3 4 5 6 1 2
1、2、3、4、5、6、まあ正確には7。要はいつも通りでしたよと。ドアの方はいつも通り、画質が悪くていつも通り声もちっちゃくて、なんかなみたいな、そういう動画になってる。声はちっちゃい、画質悪い、なんだかなみたいな感じ。どっちかはこだわりたいよね。画質、音質、どっちか。とはいえね。音質にしろ、画質にしろ、どっちも機材が必要になってくる。音質を改善するためには別のマイクで、俺の方になんかピンマイクかなんかをつけちゃう。そうすれば音は大きく取れる。よいしょ。映像の方はどうしようもない感はあるんだけどさ、仮に映像をいじるとしたら、まあ、カメラをいいやつを買えばっていうところもあるにはあるんだけど、いいのを買ったところで車の振動が止まるわけではないので、それが止まってしまうとそれはもはやまではないので、ね、なんとも言えないわけですよ。ね、いいカメラ買って三脚を買って、でも三脚を買ったところでその三脚どうするのっていう話になってくるから、車用の三脚買いました。でもなんか振動は車から来るから止めようがないからどうしようもないし、ね、車からの振動を止める方法はないからさ、それはなんか間にサスペンションみたいなの入ってればいいけどさ、そんな三脚あるっていう話、探しあるかもしれんけどないでしょ。車の振動をキャッチしますみたいな聞いたことある？俺はない。
いしょ。だから紐で吊るすとかになるのかなみたいな吊るしておくことによって振動を吸収してくれてワンチャンあるのかな。振動を吸収することによって揺れがなくなる、なくなりに出にくくなる。でも音の方は車の音も入れたい。まあそれはそれで設定で調節すればいいのか。となるとつまりはカメラ、そしてクッション性のある三脚もしくは紐などで吊るす、マイク、なかなかの機材が必要になってくるわけだ。はあ、無理じゃん。じゃ積んでるじゃんもう積んでるわけだ。つまりは、はあ、じゃあどうしようもない。いや買えば済むっていう感じじゃん。言ってしまう、逆に言うと買えば済むで解決はしたくないするレベルのものじゃない。なぜなら年に 1,2 回しか撮らないから。ドライブ動画、それは1年にさ、最低で12回毎月撮ってますっていうならまだします、ね、春と秋もしくは夏撮る程度の頻度、そこまで力入れられるかっていうとね、編集でさ、そういう振動であったりをさ抑制できればいいけどさ、そこまでの腕ないからさ。振動とはいえさ、ある程度の一定の振動のリズムみたいなのがあるじゃん。それを操作するかのごとく編集でその振動の逆パターンの振動を編集で入れていくっていうすごいハイレベルな編集になっちゃうからね。できないからね、そんなの。それを姫が見てくれて、12日の俺と同じ時間を過ごすことができる。とてもロマンチックじゃないですか。同じ時間を、同じ場所にいて同じ時間を過ごすということができなくても、別の時間、同じ場所、同じ時間を過ごすことができる。よくわからない状況だけど、それができるってすごくいいことだと思う。もちろんね、同じ場所、同じ瞬間、同じところで、同じようにリアルタイムで追体験ではなく、リアルタイムでリアルタイムで過ごせたら、とても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 幸せなことだと思う。それができないのであれば、タイプのミルク紅茶、これいっぱいに対してコンビニのスプーン、大きいやつね、あれを4杯入れるとちょうどいい。いや3杯半ぐらいか。濃いんだけどさ、甘ったるくなるんだけどさ、でもそんだけ入れないとただ薄いだけの何かになる。
甘みも紅茶の風味もなんもなくな、残念な飲み物ですよ。こりゃなんで売ってんだっていうレベル。だって紅茶の風味しないんだよ。牛乳かミルク紅茶って書いてあるけど、なんでっつって、なんか別の濃い紅茶とかを薄めるようなやつなのか、これもしかしたらそっち、普通の紅茶にこの粉を入れてあげてミルク紅茶にして飲んでくださいみたいな、そういうこと。あ、紅茶で割るやつなのかな。お湯で作るやつじゃなくて紅茶で作るやつだった。だとしたらだな、ワンチャンあるな、それワンチャンあるわ。だとしたらよいしょ、ミルクキャラメルを舐めてる、うん、食べてるみたいな、その時の口の中の雰囲気と似てる。だからか、よいしょ、はい、ドライブ動画は13日に上がってるから分かる。13日の12時半に上がるように設定はしておきました。13日の12時にマインクラフトがアップされて、12時半にドライブ動画がアップされるという感じになっております。お見逃した方がいらっしゃれば、どうぞ見てみてください。画質のブレ。ブレプラス画質の悪さプラス音の小ささ、音の小ささというよりまあ俺の声の小ささかなどなど、耐えられる方、条件は結構厳しいんだけど耐えられないときついと思うな。まあ見てみて耐えれるかどうか。1、2、3、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 
あ、ちょうどだ。素晴らしい。今、タイマーと置いたところにジャングルの木を置いていきます。そして、カカオ豆をセーフティーン。アカシアの木で秋をイメージし、カカオの実で食べ物をイメージする、うん、食欲の秋、そして芸術の秋をここで一気に出していく。よいしょ。芸術性があるかどうか別としてね。さあ、そして12個か、足らないな。じゃあ仮にこれを倍にしたところで、6、24、足んない。たまに早いよ。はい、よいしょ。伸びてませんか？伸びてないようです。いやー、にしてもゴジラ、そう、なんだかんだ言って俺初めてだわ、ゴジラの内容。なんとなくさ、うん、あ、ゴジラやってるって見てたけどさ、そういえばゴジラって何？いや、突然変異とかさ、放射能がどうのこうのとかは知ってたんだけどさ、なんとなく、なんとなくだけどさ、ヒーローみたいな、ウルトラマン的な感じでいたけど、ゴジラって悪者なのかなみたいな。なんだゴジラってみたいな。わかんなくてさ、ゴジラとはみたいな。まあ、人間の業によって生まれたみたいな。だとしたら、え？
どうやって終わるんだゴジラってみたいな。そう、うん、と思って見てたけどさ、うん、メッセージ性が強くねと思ってまず戦争になった場合の日本の軍事力こんな感じですよみたいなとかを示しつつさ、うん、臨機応変に対応できますよみたいなところを見せつつ、うん、なおかつ戦争によってこういう怪物は生まれるんじゃないかみたいな、ね、多分さわかんないんだけど、その辺飛ばしててからさ、放射能によって進化したんだっけゴジラって、スイッチってよいしょ、あと終わり方ね、切られたのみたいな、それ尻尾食われたの何かにみたいな、なんか中途半端な形してるから何これと思って、食われた設定なのかなみたいな、うん、であの感じでゴジラ来んのにキングギドラ、ギドラって、ね、キングギドラとかどうしたのと思って、うん、対ゴジラ用のみたいな感じでキングギドラをだと思ったんだけど、え、余裕あったのみたいなまあ多分何年後かみたいな感じなんだろうけどさ、うん、ゴジラに攻め込まれた何年後かの、うん、凍結しただけだから倒すためにキングギドラが作られたみたいな、だとしてもみたいな、うん、よいしょ、わかんなかった。え？え？みたいな。モスラどうした？みたいな。え？出てこないの？え？え？と思って。で、モスラって何？みたいな。え、じゃあモスラって何？みたいな。ガガ放射の浴びたは何だ？モスラは何だ？卵から帰った。眉から孵化したんだ。どうしたらね、今までどうしてたってなるじゃん。そう、その辺のストーリーがちょっとだけ俺の中で欠落して、ゴジラというまあ放射能であったり核実験であったりね、そういうので生まれた化け物がいたとして、それを止めるために、まあ、また人間は核を使おうとしたりさ、うん、っていうのはなんか堂々巡りだなとか、なんかちょっと考えさせられる、まあ、考えさせられたところで俺が何の答えを出すわけでもないんだけどさ、うん、でも、その中でモスラが出てくるっていうのもなかなか、じゃあモスラ何なのみたいな、救世主現れちゃっていいの、こういう怪物人の手によって生まれたんだぜみたいな、ゴジラという怪物は人によって人の過ちによって生まれたんだぜ、うん、なのにモスラって出てきちゃう、さあ森にお帰りみたいな感じで出てきちゃう、確かそうだよね、モスラのあれ鱗粉で眠らせたんだっけ、わかんねえわ、忘れちゃった、なんか双子がいたのが覚えてる、歌うたってたの、
巫女みたいな感じだった気がするけど、うん、出てこないんだっつって、で尻尾がなんか人の形してたしね、最高終わった後、うん、えどっち、まあ、どっちっていうか、まあ、そっちだよなみたいな。なんかあれで人の形になって分離していって自分を倒す存在なわけじゃん、人間って。ってことはその能力を引き継げば、引き継ぐことによってっていう進化、うん、ゴジラという何かしらのエネルギーを放出する能力を持った人間がいるとした、人型の、ゴジラよりもより広範囲攻め込む侵略型の兵器みたいな感じになるじゃん、うん、で進化の過程でそうなったのであればありえなくないじゃん。一つという個体よりはたくさんの方が、うん、強いみたいなのを凍結の間際で感じ取ったから進化しようとした。ネットで調べたら、うん、人間を吸収したとかそういうのもあるみたいな書いてあって、そういう意見もあるみたいですみたいな書いてあって、うん、ちらっと見たんだけど、吸収はどこでみたいな、いつどのタイミングでっていう話になってきちゃう。倒したんだとしたら、光線に触れたらイコール吸収になるのかって考えたら、いや、だとしたらそこから繁殖っていう方が、途中でなんか繁殖するみたいな、うん、そういう描写が書かれてたし、ね、描かれていたしね、うん、って考えると、増殖なのかなっていう、人の形状の生物としての進化に向かっていったと。シンゴジラ2あんのかな、いや出たんだっけ、わかんねえわ、そこまで見なかったわ。そういえばシンゴジラ2とか、あとしたらやっぱあの二人が大統領になってからのストーリーみたいな感じになるのかな、どうでもいいんだけど、その話、うん、よいしょ。別に大統領とか悪いやつらでもなかったのにスッといなくなったし、わかんねえわうん、そこはどうでもいいんだろうね。大統領がどうのこうのじゃない、ミサイルを使うか使わないか、そこが問題だみたいな。あと地中貫通型、地面貫通型ミサイルって怖いよね。ゴジラに撃ち込んでたけどさ、ミサイルが来ます、避難してくださいっつって地下に逃げるわけじゃん。地面貫通してミサイル飛んでくるわけじゃん。やばくね？うん。まあ、それはもう、もはや運がなかったと考えるしかないのかな。やばくね？うん。怖くね？で、現実だったら現実で、なんかまた日米合同みたいな感じでやろうとしてるわけじゃん。やだそういうもん、やだ、アホらしい。でミサイルどうのこうの、兵器どうのこうの、映画とかゲームの世界だけど十分そういうの、こっちはもう十分味わってるの、ゲームの中とかさ映画で、なんで現実やっちゃってで、現実なんか映画とかゲームなのか分かんなくなっちゃうじゃん、そんなことされたら。なんでゲームの世界とかにそっちが寄ってきちゃうの、リアルか、バカ野郎さあ、まあというわけで今回はどういうわけだか分からないけど、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄
もしくはアスク.fm までよろしくお願いします。以上、博多大好きトマト群馬ちゃん大好き姫がお送りいたしました。